ぱり麺は手打ちなので、毎日気温が違ったり、湿度が違ったりするので、手打ちだと微調整ができることと、手打ちの麺だと、茹で時間が少なくて済む。やっぱり加水量が多いんで、そうすると、そばってすごい栄養があるので、栄養がその麺の中に残ってる状態ってことですね、一番は。で、もう一つは、その出汁については、まあ結構いろいろこだわってるんですけど、ラーメンと違って、油分がないんで、しっかり旨味を重ねていく感じで。一番最初は冷たいソース、一番シンプルなざるそばは、2年間熟成した鰹節に昆布と椎茸っていうシンプルな出汁ですね。で、醤油が多め。ちょっとしょっぱさを出してて、そばが引き立つようになってて、あとあったかい方のそばは、鰹節の他に、ソーダ節と、あと、サバ節がメインになってて、で、あと、昆布と椎茸ですね。どっちかっていうと、温めて美味しい汁、ちょっと甘みが出るように、香りが立つようにっていう、ちょっと柔らかいように作ってますね。で、三つ目が、同割りっていうんですけど、その二つの汁を同割りで割った、ハーフ&ハーフですね。ハーフ&ハーフは、冷たい麺にあったかいつけ汁の時にちょうど香りも立つし、しょっぱさに、なんて言うんだろう、麺に負けないしょっぱさもありっていう感じ。基本的にはその同割りに何か違うフレーバーをちょっとアットオンして、カレーだったり、その鴨だったり、面白いもの入れてます。私が使ってるのはやっぱり、鰹節とか、干し椎茸とか、昆布とか、旨味が高いってことですよね、すごく。濃縮されてて、砂糖とか油に頼ってない食材の強さがあるっていう。まあ一般的に言ったらヘルシーですよね。一般的に言ったら。アメリカの食材で和食を作るとか、例えば味噌汁とか何でも味噌汁になるじゃないですか。例えばケールの味噌汁とか。で、家に多分醤油とか味噌とか置いてあったらいろいろ食材の、なんだろう。なんかレパートリーは増えるんじゃないですか。例えば麹とか肉を柔らかくしたりとか、何でも使えますよね。何回も言いますけど、油とか砂糖に頼らないで旨味を引き出せるので、例えば、なんだろう、チキンの骨で出汁を取りたい時も、1時間くらい塩麹でその骨をマリネしてから出汁を取ると、出汁を取るのが早くなるんですよ。麹がタンパク質を分解してくれるからです。今注目されてますからね。何でも使えるって言って。結構いろいろシチュエーションに合わせて楽しめたりとか。で、ワインと一番違うのが、鉄分が入ってないんですよね、ワインには。だからよく赤ワインを飲んで魚食べると、ちょっと鉄臭い味になるじゃないですか。生臭いっていうか。あれが日本酒にはないので、いろんなものに合わせやすい。ちょっと生臭いものとか、俗に言う、珍味とか。だけじゃなくて、例えばトマトソースとか、アンチョビのピザとか。だから日本食だけじゃなくて、違うものと合わせるのにもすごく面白いし、合わせやすいと思います。美味しさは美味しいですよね。そうです。一種類だけ、ローカルのやつがあるだけで全部。そうですね。すごく。やっぱり和食もブームなので、それに合わせて日本酒も。